日本列島放棄。荒井勝正著。文藝春秋刊。朗読。広い版。8月2日。 午後4時41分宮城沖で大地震発生その日も園では談話室にみんなが集まり午後の自由時間を過ごしていたそこは文工の図書室だったところで今では各自の名札がついた書家がロッカー代わりに置かれ四隅の大きなテーブルが 趣味ごとに分かれて利用するスペースになっていたこの時間帯は御水の後の年寄りたちが猫を抱いてテレビの料理番組を見ながら雑談するので窓辺に立った和也は積乱雲が湧き立つ真夏の水平線をぼんやり眺めていたそこへ隣の教室で 窓かにお絵描きを教わっていた雄太たちが加わりテレビゲームが始まった異変が起きたのはその時だった風もないのに校舎の窓ガラスが鳴ったそれに気づいた和也がみんなの方を振り向くと年寄りの膝から一斉に飛び出した猫たちが部屋中を逃げまとった同時に テレビ画面に警報音が高鳴って「緊急地震速報」の字幕が踊り「緊急地震速報です。あと15秒ほどで宮城県福島県一帯で強い地震が発生します。ガラス窓や倒れる恐れがある家具などから今すぐ離れてください」と「請求な女性アナウンサーの声がした」その一瞬和也は「 室温が急激に下がるのを全身で感じた。みんな、窓から離れろ。すぐ揺れ出すぞ。和也が大きく叫んで足を踏んばった途端に、ゴーッと地鳴りがして、ドスンと突き上げる強い上下動が、二度三度としてから、激しい横揺れが長く続くと、立っていられなくなった。 建物が鈍い音を立ててきしむと天井から砂ぼこりが吹き出して視界を遮り見る間に床が傾き書家やちょう度が中身を放り出すようにして次々倒れたその時になって和也にもしかすると校舎が倒壊して下敷きになるかもしれないという恐怖が走ったそこへ事務室から留めじいが駆けつけ 壁伝いに防災用のヘルメットが入った収納庫の扉を開けたみんな早くテーブルの下へ潜れやっと叫んだ和也だったが窓ガラスが弾け飛ぶ中身動きできない年寄りやうずくまる最高齢者のウネさんを窓かと2人で引きずってテーブルの下へ運んだそうしていると乱れたテレビ画面から 再び警報音が鳴ってかすかに津波警報の文字が読み取れ先ほどお伝えした地震で津波が発生しましたこの津波の第一波は岩手県宮城県福島県の沿岸に今から18分から30分で到達します海岸付近の方は今すぐ高台へ避難してください切迫した声が響き 乱れるスーパーをフォローしたその直後にまた強い揺れだこれで四隅の柱がさらに傾き屋根瓦が滝のように音を立てて落下するのが窓から見えた同時に割れたガラス窓から土ぼこりが室内に入り込み天井からの砂ぼこりと混ざり合うので年寄りたちがむせ返った余震だ 両手で頭をかばうんだ。中腰で踏ん張った和也が周囲へ向かってどなった留地位とカが手分けしてヘルメットを年寄りから順にかぶせていると子供たちには雄太とセルシーターが緊急用の呼び笛がついたヘルメットを配って回ったそこへ渡口でうなり続けていた災害救助犬の西部が 割れたガラス窓から飛び込んできてウネさんに付き添った外を見ると校庭のあちこちに亀裂が走り下の道路の電柱が二つに折れて宙づりになっているこの間五十秒足らずの猛烈な揺れが和也には五分にも十分にも感じられたみんなの悲鳴が収まっても泣きやまないエリナは 三歳になったばかりで地震で傾いた板の間を部屋の隅まで滑ったためか親代わりのセルシーターに抱かれてもまだしゃくり上げていたみんな大丈夫か笠井さんがドーマ声を張り上げて工作室から這い出してきた普段のいかつい顔が青ざめているみんな怪我はないですか地震が収まったらすぐ避難しましょう。 ようやく落ち着きを取り戻した和也がテレビを見ると、忙しく警報音が鳴って、津波警報の字幕が踊り、岩手、宮城、福島の沿岸に15分から30分で大津波が到達、高台へ避難をと、さっきより最短で到達時間が3分縮んだスーパーが流れ、えー、先ほど宮城県沖で発生した地震で、 太平洋沿岸に津波警報が出されました。岩手県、宮城県、福島県の海岸には今から15分から30分で8メートルから15メートルを超す大津波が到達する恐れがあります。沿岸部や河口付近におられる方は今すぐ高台へ避難してください。この津波の各地への到達時刻と予想される津波の高さは 画面ででお知らせしている通りです。また鹿島灘相模湾駿河湾伊勢湾紀伊半島にかけて津波注意報が出されましたと男性アナが声を張り上げた続く画面に震度6強から震度6弱の地域がスーパーで流れた「これは防災訓練ではありません。 緊急地震速報報と津波警報です。この地域の方は近くのお年寄りに声をかけて地元自治体の指示に従い避難してください特に岩手県宮城県福島県の太平洋沿岸の方はこの地震による津波が到達する時刻が迫っています直ちに高台へ避難してください津波の到達時刻は予想より早まることがあります また津波は第一波の高さより第二波以降が高くなることがあります。もう時間がありません。海岸地域や河口付近の方は今すぐ高台へ避難してください。最後は汗だくのアナウンサーの声が震えていた。こりゃ尋常でねえな。オラが小さい自分に聞かされた明治の三陸地震じゃ。 2万人も死んで岩手県の料理湾じゃ3 0ルを超す津波に襲われたこの揺れじゃ大津波が来るぞ羽さんがうなるように言い放った驚いたことに誰彼なく部屋の西側に追いやられていた正面を見ると建物全体が左に傾き窓ガラスがほとんど割れている 何しろ、同級校舎だ。カゼが初めて経験する大地震だった。1994年の三陸・遥沖地震や2003年の宮城県・北部地震、さらには2005年の宮城県・沖地震の規模を大幅に上回った。いや1995年の兵庫県南部地震。2004年の 新潟県中越地震2007年の新潟県中越沖地震の震度も超えたろう立て続けに襲う余震で校舎の倒壊が心配だったそれに1 5メートルを超すという大津波も心配だ和也はみんなを連れていつ公民館へ避難するか決断を迫られた「ねえ逃げるなら早い方がいいわ」 あ,あひとまず収まったようだし毎月訓練してきたとおり行動しようまどかに言われた和也が地割れが走る校庭に出て海岸線を見下ろすと途中の陣家が軒並み全半壊していたその先の港では漁師が総出で漁船を沖合へ避難させている決スを変えたその掛け声に 大津波を予測したねさんの形相が浮かんで談話室に取って返すとねさんは部屋の隅で西部に抱きついていたこの時アナウンサーが伝えていた映像がスタジオに変わり厳しい表情のキャスターがネクタイを整えながら登場したえー、番組の途中ですが地震関連のニュースをお伝えします。 今日午後4時41分ごろ宮城県から福島県にかけて強い地震が発生しましたすでに地震の発生から6分を経過しています岩手県から宮城県福島県にかけての沿岸ではあと10分から15分ほどで高さ8メートルから15メートルを超す大津波が到達しますのでこの地域にお住まいの方は急いで 高台へ避難してください。そこまで一気に伝えたキャスターが一息ついているとまるで舞台のプロンプターのように陰から「余震に注意を繰り返して」と指示を出す声が聞こえキャスターが呼吸を整えて続けたまたこの地震で強い余震が続く恐れがあります家屋の倒壊や土砂災害の恐れのある地域の方は 合戦などの火の元を閉めて、速やかに避難してください。キャスターが早口で二度三度と繰り返す画面では、上部に各地の震度が次々表示され、刻々と更新される地震情報がみんなを釘付けにした。それによると、この地震は、宮城県沖の震源域と、日本海溝よりの震源域が連動したもので、 震源の深さは20キロから30キロ。地震の規模はマグニチュード8.5と推定され、各地の震度は、震度6強が、宮古、釜石、気仙沼、石巻、松島、塩釜、多賀城、仙台、名取、相馬。震度6弱が久治、久時、森岡、東野、鹿島、原町、 小高、浪江双葉大熊富岡奈良派、広野岩木と続いたマグニチュード8.5で震度6強といえば震度の最高が7だから各地の被害は甚大だろう思わず和也は固唾を飲んださっきから窓越しに鳴り響いていたパトカーと 救急車両のサイレンが遠のくと「海外地域の皆さん大津波が発生しました。今すぐ子供とお年寄りを連れて高台へ避難してください」と校庭の下の交差点に立つ防災無線の呼びかけが鮮明に聞こえてきたそれを聞きながら雄タがエリナやウネさんの防災ヘルメットの 紐の緩みを締め直して回ると窓かと乙女じいが非常持ち出しのリュックをみんなに背負わせ廊下に整列させたその時また大きく揺れた今度は和也が叫ぶまでもない「みんな頭を低くして」ゆうたが声を上げた船がローリングするような揺れが不気味に続き 耐震構造などといった規制がなかった時代の木造校舎が倒壊しそうだった。おそらく少人数なら我先にと校庭へ飛び出すところだろう。だが地震の最中に大勢で移動するのは危険だ。まして年寄りと子供の引率は時間がかかる。和也が迷っていた時先頭にいた優太の頭上に 正面玄関の王土が倒れてきた。それを窓ドが背中で受け止めた。幸いリュックを背負っていたので、窓、ま、ドもユウタも頭を打たずに済んだ。みんな、落ち着いて聞いてください。これから公民館へ避難します。津波がいつ来るかわからないので、これまで訓練してきた通り、二人一組になって逃げます。カズヤの声がうわずった。 それが恐怖に変わったのはテレビが速報したマグニチュード8.5が異例の速さで8.7に修正されたからでこれによって震度6強の地域の一部が震度階級で最高の震度7となり震度6弱の地域の大半が震度6強に修正されたそこでテレビがプツンと消えた 停電ですこれから公民館へ避難します土曜を見せまいと和也が事務的に告げたそこへ笠井さんが飛び込んできた今通用口を見てきたけど石段が崩れ屋根瓦が落下していて出られないぞそれなら遠回りでも玄関から逃げるしかないですねみんな校舎が少し傾いたけど体育館は大丈夫だ 心配しないで避難しよう。和也は動揺するみんなを安心させたかった。窓かに合図して校舎の東側を迂回して裏山へ急いだ。時たま落ちてくる河原の直撃を避けるためだ。急ぐのは海辺と分校の高低差が20メートル弱しかないからで。速報された津波の高さが 8メートルから15メートルを超えるというので焦りが出た。イアス式海岸が続く三陸でも、オシカ半島は、いわば、船の切っ先にあたり、津波の勢いは倍化する。落観は禁物。一刻も早く、公民館へ逃げたかった。戦闘を西部と留地位に任せて、5人の子供と6人の年寄りが続く。 中ほどを行くのがうねさんを背負った和也とえりなを抱いたセルシーターでしんがりを行くのがまどかと笠井さんだその間救急車と消防自動車のサイレンがあえぐように遠く近く聞こえるまだ潮位はあままで達していないようだ今のうちにつづら折りの道を5つ折り返せば高台へ出る そこが、この地域の公民館で、指定の避難場所になっている。言うた、もうすぐだから、頑張れさりげなく劇を飛ばした。しばらく進むと、西部が異様な遠吠えをした。同時に、東部から悲鳴が聞こえ、潮風が海鳴りを運んできた。振り向くと、防潮堤を越えた津波が、白い波糖をかきたてながら、 十数層の漁船と作業中の男たちを飲み込んだその挙句に海岸通りの商店と住宅を軒並みさらって公民館への近道を駆け上がっていた二十人ほどを押し倒し引き潮に巻き込んでいったあっという間の出来事だったその破壊力とスピードは言語に絶するもので 振り向いた年寄りたちはその場にへたり込んで手を合わせ、凝然とした和也たちは立ち尽くすばかりだった。津波は高く低く押し寄せる。その度に傾いた家が崩れて、道端の石垣が流された。この繰り返しが五分も続いたろうか。必死に岸まで泳ぎ着いた四五人が、 途中で溺れた何人かを流木に助け上げる姿があった。和也にかつて国連 NGO で駆けつけたバングラデシュの大洪水の状況が浮かび、笠井さんと示し合わすと西部について浜まで駆け下りていった。分校の下の道も石垣も潮に現れ高波が何度も不規則にやってきた。 ズヤがイさんと救助したのが海岸通りの食堂の主人と年寄りの漁師だったそのうち意識がなかった食堂の主人を2人で高台へ運んで交代で人工呼吸を施した「おい命がけで助けたんだぞ死ぬな!」イさんも心得があるらしく大声で叫んでは帰還へ息を吹き込み 隔膜の少し上をリズムを取って圧迫するうちに水を吹き上げ息を吹き返したしかし津波にのまれた人たちは再び流れ着くことはなかった助かった人たちを連れて文庫の裏手から急斑を登って公民館へたどり着くと雄太た,たちが広場の入り口で心配そうに待っていたすでに公民館は 避難者でごった返し、足の踏み場もないほどだ。そのまま和也が、尾根筋の五番所公園まで駆け上ったのは、わずかな差で波にさらわれた人たちへの思いを断ち切れないためで。内海に目を置くと、赤根雲の下で停電した仙台市辺りから、幾筋もの煙が立ち上り、視野を移すと、松島や、 石巻市街の一帯からも火災の広がりが点在し被害の大きさをうかがわせていたそれが和也にはマグニチュード7.9死者9万9,000人行方不明者4万3千人を超えた関東大震災やマグニチュード7.2死者6,434人となった阪神・淡路大震災の猛火と重なり戦慄を覚えた 目をそらすとおシ半島に守られた石巻港では遊覧船や漁船の被害は少ないらしく波も静かだった和也がとっさに金華山の方角を振り返ったのは大津波に見舞われた海岸にもしかして誰かしら流れ着いている気がしたからですでに陰った海岸線は家屋の残骸や流木が打ち寄せていた。 重い気分を払おうと北方にある白金崎灯台を探すと日没時の自動点検が始まり降達距離の長い白色光を放ってきたその光にほっとした時灯台より手前にあるサメの浦湾の上空になぜかそこだけ残陽を浴びた機体が薄暮ないに漂って見えたが明らかに 自然現象とは異なっていた公民館へ戻ると広場の街灯や広間の蛍光灯がまばゆいばかりに輝いているそういえば明かりがついていたのは中腹から上で海岸線にかけては停電したままだった公民館は避難した住民でごった返し大音量のテレビが 各地の被害状況を伝えていた今入ったニュースです東北新幹線が今日午後4時41分頃に発生した大地震のため福島・郡山間で脱線し多数の死傷者が出た模様です詳しいことは続報が入り次第お伝えしますやっぱり起きたか想定外の震度だからなカズちゃん こんなのはまだまだ序の口さ。時間が経てば嫌でも被害が増えるだろう。肩を落としたカズヤに向かって、笠井さんが呟いた。皆さん、海辺の園の伊沢カズヤです。司書の職員さんが来るまでの間、いつものようにお手伝いさせていただきます。突然のことで公民館へ来られるまでが大変だったでしょう。被害に、 れれた方もおられるでしょう私たちの海辺の縁も、分校だった建物が10度ほど傾いて、余震で倒壊するかもしれません。私が生まれた一年後の宮城県沖地震では、六千高コスす家屋が全半壊したと聞いておりますが、お年寄りの方でも、今度のような大地震は初めてではないでしょうか。ここでは、お互い助け合い、 お年寄りと子供を優先してこの場を乗り切りましょう。そこでお尋ねしますが皆さんの中に看護や介護の経験者がおられましたらお手伝い願えませんか。傷を負った方は海辺の園の保育士のマドカさんとフィリピンから来た看護師見習いのセルシーターさんが正面の救護所にしているブースにおりますので応急手当を受けてください。 海水を飲んだ人は真水を飲んで吐いてしまいましょうあとが楽ですから助けた2人に向かって喉の奥へ指を突っ込む仕草をしてみせたこんな場合格好などつけられない何でも単刀直入ジェスチャーで示せば万国共通の意思伝達ができる人工呼吸の蘇生法も 海水を多量に飲んだ時の処置も、みんな NGO の救援活動で覚えたもので、過酷な状況下で経験したことは決して忘れない。和也がこの場を率先したのも、おばの後を継いだ運命の縁の評判が良かったのと、国連 NGO 時代の活躍が何度も地元紙に取り上げられ、その時から町のボランティア活動のチーフを 移植されていたからだ強い余震が2度3度と続くとその度にあちこちから悲鳴が上がる余震はまだまだ続くだろう避難時にノートパソコンを持ち出せば防災科学技術研究所のウェブサイトで1分以内に起こる地震の発生場所とマグニチュードが分かったのにそんな余裕はなかった。 一向に減らないい余震のせいか、避難を見合わせていた人たちも慌てて集まってきて避難所の混雑に輪をかけたまず和也が留めじいと取り組んだのが災害用に公民館の倉庫に備蓄されていた常備薬の持ち出しと飲料水と缶詰を避難者へ配布することだった缶詰は2007年の 新潟県中越沖地震を教訓に市が高級化を図ったもので麻痺を詰めた非常食もあったこれに加えて和也の提案で備えられていたカンテラ30個を天井から吊り下げたこうすることで不安のあまり苛立っていた人も停電時も安心だと知ってひとまず落ち着いた テレビが報じた気象庁地震津波監視課の緊急記者会見によると震源はオシカ半島の東方域で陸側プレートと太平洋プレートの境界面での逆断層型でしかも日本海溝よりの地震と連動したため破壊力が増したというまた沿岸部の本震の計測振動を6強から 最高の7に、マグニチュードを8.5から8.7に修正した経緯については1978年宮城県沖地震の震源より沿岸に近く震源の一部が20キロと浅いため地震動が直接的で巨大地震に発展したと条件を列挙した心配なのは余震ですが どれくらいの震度のものがいつまで続くのか伺います記者席から矢継ぎ早に出た質問はどれもが人々が抱いた不安を代弁していた何しろ気象庁始まって以来の大地震ですから慎重に検討中ですが今のところ余震としては例外的には本震に近い震度6強ないしは 6弱が同じ地域か周辺地域で起こります規模は徐々に減衰しますが15日間が要注意で1ヶ月ほど続くことがありますので被害を受けた家屋や緩んだ地盤のところでは家屋の倒壊や地滑りなどに対して厳重な注意が必要ですまた強い余震の場合は引き続き津波警報に注意してください 地震津波監視課長が緊張の面持ちで答えると公民館のあちこちにざわみきが起こり絶望感が広がった「園長先生うねばあちゃんが怖がるから僕たち一緒にいるね」「ああユ太は年長だから園のみんなのことは頼んだぞ」「走って戻るゆうたと入れ替わりに広間の中ほどから60過ぎの品の良い婦人が現れた」 私でよければ、看護のお手伝いをしましょうか。とても助かります。こちらにはご旅行で見えたのですか。大鹿半島を一人旅したくて、家族旅行村に泊まっておりました。夫人は道路の崩壊で移動できず避難した人で、元看護師だった。すぐに打撲や擦り傷の手当に夢中の窓かに引き合わせると。 慣れた手つきでけが人の処置にあたった一安心した和也が室内を隅々まで見回すと便所の出入り口の脇でかがみ込んだ老婆が目についた「どうしましたどこか悪いのですか?」いくら聞いても唇をかみしめるばかりで放診状態だった「あの身内にご不幸でも」 おとうが家の下敷きになったんだくわしく聞くとくずれたはりに両足をはさまれたろうふが「津波が来るぞオラにかまわず逃げろ」とおいたてるので助けを呼びにはい出たところひなんする男たちにむりやり担がれてきたという「オラもう死にたい」「おとうを見殺しにしただ」 わめき声を聞いた元看護師の夫人が駆けつけたさすがベテランだ励ますうちに老婆の右の大腿部が骨折しているのを見つけた和也が119番通報しても電話回線が断線したのか応答なしで携帯も話し中でつながらなかった和也が押鹿総合支所へ 光山地区の避難状況を報告し、合わせて救急車の出動を要請すると、支所前の広場と高山地区の公民館への避難者が1800人を超え、総合体育館も1200人となり、小中学校の校舎は危険で収容できないため、各所の駐車場にビニールシートを敷き、テント300張りを手配したという。 結局救急車による病院への搬送は重篤者が優先だと聞き和也は近くに住む老医師に頼むことにしたその医師は仙台の大学病院で医師をしている同級生の父親で敵地の人々から大先生と慕われながら80歳まで診療所を開いていた防災ライトを頼りに尋ねると急場の間だけという条件で 和也にドクターバッグを持たせて同行してくれたこうして老医師を迎えた公民館は高齢者を中心に安らぎが見え元看護師の夫人の下できびきびと立ち働くまどかとセルシーターにもゆとりが出てきた一方広間では津波に見舞われ命拾いした人たちと身落ちをなくし 鎮痛な面持ちでうつむく人たちとがはっきり見て取れそこへ新たな避難者や仕事先から駆けつけた人たちでごった返したそこで和也は事務長の留め爺と相談して思い切った行動に出た皆さん今司書と連絡を取りましたが視聴者は高台で危険なため余震が収まるまで 三人の職員を残して、支所前の公民館に災害対策室を設置したそうです。そこで、皆さんにご協力いただき、広間の居住性を高めようと思いますが、いかがでしょう。こんな時だ、贅沢は言えねえ。何でも協力するよ。即答したのは、いつも威勢がいい商店主だった。それでは、 これから広間の畳にガムテープを貼って縦横に区切りますのでお手伝いください。和也が国連 NGO の手法で告げるとみんなが作業に参加した。これは避難者が増える中で少しでも混雑を緩和するために海外出動時に試した方法で広間に2メートルほどのメイン通路を縦横に確保したほか 3メートル間隔で区分することで避難者の居住空間が明確になり気兼ねなく過ごせる利点があったこうした共同作業をすることでみんなに協調性が出たのを見計らって地元のお母さんの会で活動している人たちに集まってもらい今後の炊き出し当番の分担を一任した。 終了後に倉庫に保管してある寝具50組と災害用毛布400枚を支給する手順として笠井さんが作った番号札をマスごとに配布して何事もマス単位で行うこととしみんなのサインを得た公民館はいつもは地区の寄り合いや冠婚葬祭時に遠方から来る親族の宿泊所として利用したほか 風光明媚な立地を生かして、県内企業の研修施設とするなど多目的に活用し、災害時の避難所に指定されていた。すでに広間の避難者は400数十人に達しており、中には津波でずぶぬれになった衣服を軒先に吊るして毛布にくるまる人もいた。本震から2時間が経っても余震が続く。 その度に広間から飛び出す人がいた。それでも余震の規模は少しずつ弱まったものの、海岸には2、3メートルの波が押し寄せていた。午後7時の仙台テレビがトップで放映したのが、本心時の報道室の様子で、天井から落下する蛍光灯や、 折り重なって倒れるロッカーの脇で動転するスタッフが映っていたのがすぐに天井から噴き出す塵にかき消された続く画面が仙台駅前のペデストリアンデッキの辺りで駅折り部分が階段もろとも倒壊し大勢の歩行者が落下するのが映ると広間が静まり返りやがてあちこちで悲鳴が上がった こんな取材をするなんて、報道には倫理がないのかと思ったら、地震発生時の街頭カメラの映像だった。次がヘリコプターからのもので、高感度カメラが真っ暗な市街地を鮮明に撮りながら、新幹線の高架へ近づいていった。すると、ミニチュアを踏みつぶしたように折り重なった新幹線が映り、 どす黒い煙が立ち上る車両の消火作業が行われていたそれを見た人たちが急に押し黙ったこちらは東北新幹線が地震で脱線衝突した現場の上空です事故から4時間が経とうとしております送電が停止しているため日没後は救助活動が遅れがちです 落下を免れた車両の中に見えている明かりは救助隊員のキャップライトと車内の非常灯です高架からの重軽傷者の救出に困難を極めている模様ですが現在治療の必要性が高い人から搬送順位を決めるトリアージタグが救急救命士と医師団によって一人ずつ付けられているようです この後、応急手当てをしてから、救急病院へ搬送されます。なお、仙台日赤病院からの第2波の医師団が、1時間前に現地へ向かったようです。それでは、これまでに確認された、負傷者などの数をお伝えします。そう言って、現場の状況を映しながら伝えたところでは、 JR の東北を統括する仙台駅の被害も大きく現在までのところ高架の落下や傾きで救援列車が運行できず在来線で南仙台まで汚染要員と資材を運び下敷きになった車両に閉じ込められた人々の救出に当たるという一方午後8時現在の宮城県警本部の発表では 衝突した列車の乗客数は、上下線合わせて850数人で、事故後に自力で車外に脱出した11人のほか、354人が重傷、軽傷が186人で、これまでに244人の死亡が確認されたという。胸元で両手を合わせた和也は、下敷きになった列車内に閉じ込められているという、 50人ほどの迅速な救出を祈らずにはいられなかった。重症者のうち重篤者108人が50代を超す救急車でハザードマップに従い、仙台市内や近隣の救急救命病院へピストン輸送中で、夜間は自衛隊ヘリで病院への直送となる。その後に重軽傷者の搬送に移り、 遺体の収容は陸上自衛隊仙台駐屯地からの応援部隊の到着を待って行うというあ、電源車がついたようです5台、6台と続きますこれで救出作業がはかどるでしょうまた今ほど県警の第二機動隊に続いて広域救急援助隊も到着したと 高架下のリポータータが知らせてきました私がいる位置からも縄ばしを登る機動隊員の姿が見えてきました感激したのかリポーターが声を詰まらせ機敏に行動する隊員がライトに浮かび上がったこの実況中に災害対策本部で初会合というスーパーインポーズが流れた「こんなに死人が出たんじゃ」 阪神大震災の二の舞ね一体私たちはどうなるのさ何政府が救援するでしょうダメダメ政府なんか当てにすれば惨めになるだけだ女性たちの話に笠井さんが口出ししたが露骨に舞を潜められ逃げ出していった画面では電源車のクレーンが伸びて強力なライトが投稿されると ようやく現場の全体像があらわになり、側壁を破って落下した山彦211号の先頭車両と、それを乗り越えて横倒しになった2両目と3両目が移り、続いて交尾の2両が脱線して上り線にはみ出したところへ、上りの早手が突っ込んだ状況が徐々に分かってきた。同じ新幹線の被害でも、 2004年の新潟中越地震では、長岡駅の手前5キロの高架上で、乗客155人を乗せた東京発の新潟行き、トキ325号が脱線して止まった。脱線した8両のうち、最後尾から3両が上りの線路に40度傾いたが、奇跡的に死傷者は出なかった。それが今度は、 新幹線開業以来の大惨事だこれについてテレビのコメンテーターは JR 東日本では東北上越長野新幹線の沿線60箇所に地震計を設置し地震波のうち地表に伝わる速度が速い初期微動の縦波を検知すると地震の規模や震源までの距離をコンピューターが計算して 大きな揺れを引き起こす主要道の横波が地表に到達する前に送電をストップさせ強制的に列車を停止させる地震早期検知システムを98年に導入しておりそれが今回も作動して通常時速275キロから210キロに減速したはずなのに脱線したわけで非常ブレーキの作動から停止まで実際は 数十秒を要する新幹線にとって想定外の地震動だったろうと言い切ったただ2004年に起きた中越地震や2007年の中越沖地震の反省からすべての新幹線に逸脱防止ガードを装備する作業が進んでいたことには触れなかったそこでテレビが切れ天井の蛍光灯も消えたこうした場合暗闇が 人々を不安にする皆さんまた停電です頭上のカンテラに火を灯してください火の元に注意しましょうカズヤが防災用の懐中電灯をかざしているとすでに配布したろうそくを灯す人もいてランプの明かりと交差して熱帯夜に不似合いな火影をいくつも広げていった カズヤが外の様子を調べに出ると、ユータとセーブがついてきた。無数の星が真夏の夜空に輝いていた。嫁になれると、北方に白金崎灯台が閃光を放ち、国道や県道では被害がなかった区間だけが延々と車の功績を連ねていた。あの、恐れ入りますが、司書の方ですか いきなり声をかけられて振り返ると顔へライトを向けられた「い,いえ海辺の縁の伊沢ですが避難でしたらこちらへ」「地面に反らせたライトを追うと大勢いるらしい」「腰をかがめた西部が警戒の姿勢をとった」「うたがライトでみんなを照らすと様子が変だ」3「三四人のグループが何組もいる」 どの組も戸板の上にケガ人を乗せているさあ中へどうぞ鮎川先生が見てくれますからそれが違うんですどうしましたみんな家がつぶれて死んじまったこの男もあの人もみんなえ本当に死んだの雄太が頓強な声を上げて戸板から離れた 気づかなくてすみません。広間は混み合っていますので倉庫の方でいかがでしょう布団や非常食を運び出したばかりの倉庫に案内してろうそくを灯すと遺族たちはそこが弔いにふさわしいと思ったのか感謝してくれたその時点で司書と連絡を取り遺体が搬入されたことを報告すると 石巻市の斎場は煙突が崩れて使用できず仙台市などでも死者の多さに火葬が対応しきれないことが予想されるので夏場のことで厚生労働省から各自治体の判断で厳粛なダビを許可する旨の通達が出たそうだその文言の解釈が難しいので県庁へ問い合わせたら 厳粛なダビとは人目につかない延べや山林のような場所で行うことだと返答があったといういつの間に持ち出したのかータが和也の災害用ラジオを持ってきたこれなら手動で電源が確保できるのでいつでも情報が聞けるスイッチをひねると宮城県沖を震源とする巨大地震の発生を受けて 20日午後5時半過ぎ官邸に首相はじめ内閣危機管理官らが集まり情報の掌握と災害現地に対する迅速な対処が発令されたというその日のうちに和也の指導で公民館の裏庭に男たちが石積みして20カ所のかまどを作ったそこへ被害が少なかった家々から持ち寄った大釜で 備蓄米を炊くと女性たちが結び作りに大忙しだ停電したので日没後は全てランプの明かりが頼りだ開いた釜には汁代わりの増水が仕込まれていったありがたかったのは水源が近いせいか道路が至る所で寸断したのに上水道が止まらなかったことで真夏の行水や 推薦便所に不自由しないで済んだしばらくして電気がつくと小学校の上級生について雄タた,たちも声をかけては結びを配って回ったこの声で広間や前庭にいた男たちが自分のマスへ雑炊を持ち帰るこれも子どものやけどを心配したお母さんたちの知恵だった みんながむさぼるように食べていると消防分団の2人が避難状況を調べにやってきた和也が作成した避難者名簿を渡すと言いにくそうに伝えた「皆さん食事中に失礼します」「師匠から言いつかってきましたが津波でさらわれたり倒壊した家屋に取り残されたと思われる人をご存知の方は」 玄関で待っていますので知らせてください。そそくさと消防団員が広間を出ると太ももに添え木を当てて伏せっていた老婆がにわかに立ち上がろうとしてうねさんとうたに引き止められた。原山さんは動かないでいいの。おじいちゃんのことは私が代わりに報告しますよ。駆けつけた元看護師の夫人が優しく諭して 団員の後を追った玄関先では広間を出た78人が不明者の罹災状況を克明に訴えていた東海家屋に生存者がいる可能性があるので明日未明から西武を連れて回りたいのですが分断員を広場まで送り出した和也が申し出た「それは助かります分断でも」 朝から再確認をするので西武の出動を頼むところでした疲れた顔の分団長が表情を和らげた分団長が引き上げると広間に戻っていた人たちが再び玄関脇の5台ある公衆電話に殺到した携帯電話も災害時はつながりにくく区域外の回線まで使うので 電池の容量がすすぐに不足するところが停電すれば充電できないそこで和也が非常用に備蓄していた新型の燃料電池と燃料カートリッジ各50個を避難者に放出したこれだと携帯電話を3回以上充電できたその他不足分は携帯電話用の充電プラグがついた 手動式ライトを提供したこれだと5分もレバーを回して充電すれば5分程度の通話ができる夕食後は息をつく暇もなかった和也に少しはゆとりができた消灯後は真っ先にバングラデシュのサーラに電話しなくてはと思ったサーラのことだ日本の地震のニュースを聞いて 何度も国際電話をかけただろう日本とバングラデシュの時差は3時間つながらないので心配しているに違いない少しでも早く安心させたかった五番所公園の展望台に上って北西から南西の方角を見渡すと停電した石巻市の港湾から工業地帯が真の闇 それより遠くで煙るのが東北本線の沿線で市街地まで延焼したのか時々青白い線香を散らしていた仙台市の中央部でこんもり光るのは警察消防病院などの自家発電の明かりだろう一体何千人が死んで何万人がけがしたのかまた何万戸が全半壊したのだろう 司書へ夜9時の定時連絡をすると電話口に声を枯らした職員が出たご苦労様です光山公民館の伊沢です21時現在の避難者は18時の定時連絡で報告したとおりですがこう余震が続くと避難勧告を無視していた人がこれからも押し寄せてきますね伊沢さんは海外で慣れっこでしょうが こんな悲惨な状況の中で市民と対応するなんて初めてです。それも指示するどころか、次々に入る市民の訴えに追われ、自分が何をしているのか判断できなくなりました。こんな大惨事はめったにないから、一つずつ手際よくこなすしかないですよ。はい、それを聞いて落ち着けました。えー、こちらからの連絡ですが、消防団の調べで、 きょうの夕方までの全町の死者が81人、緊急過料を要す者は170人ほどですが、津波による不明者が109人、家屋の流出及び全半壊が130数戸で、まだ増える状況です。それから、ダビは当初予定した明日の午後4時から、 光山地区と高山地区に分かれてすることが決まりました。両地区とも海岸から離れた見晴らしの利く国有林ですることになり、課長と下見をしてきました。そちらは死者の数が少ないので、職員一名がつきますが、よろしくお願いします。えい、一人いや、はい、こんな、こんな時ですから。 みんなででを守るしかないでしかいょう。海辺の縁があるお鹿半島の南端部は三方が海に囲まれ北面が原子力発電所のある女川町と接し町内に標高445メートルの光山や344メートルの高山があり尾根筋にはお鹿コバルトラインが走り 鮎川港の高台にオシカ総合支所があるほかオシカホエールランドや観光スポットの金華山が沖に臨める和也はこの美しい土地をことのほか愛していたどうかね明日の旅にみんなで行っては電話が終わると葛西さんが声をかけてきたはい まだ津波の不明者がいるのが心苦しいですがまあ全員が見つかるまで暑さの中で旅が続くってことさクールな言い方をする笠西さんが気障りだった何しろ60年の安保闘争に次ぐ70年の条約延長反対運動でも一翼を担った人物だ冷徹というより 筋金入りの活動家だったせいか風刺や社会批判はお手のもの押し返したのも一流企業のエリートから畜炭工芸家に転身したのも安保闘争に若き血を沸かした自分が嫌になったからだと告白されると子供の時に海難事故で両親を亡くした不遇な和也の気持ちと反り合わないものでもなかった。 広間へ戻る前に犠牲者に線香を備えようと倉庫を訪れるとわずかに異臭が鼻をついた猛暑の中で遺体の痛みは倍化するインドやアフリカで体験したことだしかも一帯が停電していてドライアイスの調達も叶わないずらりと並んだ枕辺には欠けた原の上で線香がたかれお白い花や 系統の花が備えてあるその前で焼香すると悲しみに暮れる遺族たちが正座して「窓香さんが花を手向けてくれました」と丁寧なお辞儀を返してきた広間に戻って10時半の焼灯を予告し翌日の炊き出しスケジュールを発表した「皆さん明日から司書の職員が常駐して」 相談窓口を開きます。それと、備蓄の食料が残り少なくなったので、市役所の近くのスーパーまで、私と買い出しに行く方を募ります。これには言い終わらないうちに、10人ほどの男女が手を挙げた。消灯間際に和也は、元看護師の手慣れた奉仕に礼を述べた。何言うの。困ったときは、助け合うものよ。 マドカちゃんとセルシーターさんがいたので私も若返っちゃったわおどけて見せた夫人の仕草が周囲の人を和ませた和也はマドカとセルシーターが夫人から褒められたことで嬉しかったこれでサーラが日本へ来る頃にはマドカも原発職員の木原と結婚すると思うと二人の出会いを取りもってよかったと思った ようやくバングラデシュへ携帯がつながったのが深夜だった。サラ、心配かけてごめん。今やっと避難所も落ち着いたところさ。こっちも日本の地震で大騒ぎよ。ちっとも電話がつながらないし、死んだと思っちゃった。やっと声を聞いたのに、とんだ言いようだ。来日したらもっと日本語を教えよう。そう考えていたら。 だだっこのように泣き出した。ごめん何しろすごい地震だったんだテレビが日本の地震をニュースのトップで伝えたわそれなのに何度電話してもつながらないでしょう。死ぬほど心配したんだからありがとう何しろこのお鹿でも建物の下敷きになったり津波にのまれてたくさんの人が死んだんだやっぱりそうなの でも和也は私を洪水の中から助けた人よ。今度は私が助けたいの。泣き泣き言い切るとニュースで聞いた津波の高さやマグニチュードや震度まで口にした。その上新幹線の衝突場所を日本の地図に書き込んだというのだ。この異常とも思える熱心さがかつて 和也が国連 NGO として出動したバングラデシュで大洪水の中から7歳だったサーラを西部と救出したことに根ざしていると思うといじらしかったサーラ心配してくれてありがとう今避難所で NGO の時みたいに動き回っているよ救援活動が一段落したらまた電話するねそれからクリスマスに 日本で結婚する日取りに変更ないから安心して。園のみんなもサーラが来るのを待っているから。これから少し寝て夜明けから西武と潰れた家に閉じ込められた人がいないか調べて回るんだ。それじゃあ安心してお休み。もっと話していたいというサーラを納得させて携帯を閉じた。